全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです、次は4組目のキャンパーさんなんですけれども、僕の今後ろにあるこのゴージャスな、今乾杯してるんですけれども、キャンプをグループでやられてる方がいらっしゃいまして、ちょっと許可いただけたんで中に入っていろいろとお伺いしようと思います。行ってみます。連結ができるタイプだと思うんですけれども、いろいろと本当に聞きたいことがたくさんなので行ってみます。すいません、こんにちは、よろしくお願いします。突然ありがとうございます。今何を焼かれてるんですか？ハンバーグ。ハンバーグ。おー、今ちょうど到着して、まあ食べながら飲みながらやっていこうかという感じだったんですね、はい、うん、どういったメンバーなんですか今日？これはですね、会社の全会社で同僚です。あ、そうなんですか、はい、へえ、すごく仲のいい会社で、このめちゃくちゃでかいこのドーム、これなんていうテントなんですか？これはスピアヘッド。スピアヘッド、スノーピークの、うんうん、これは、いわゆるこう連結をして使うものなんですか？連結もできます、ね、もできる、はい、単体で使う場合も全然大丈夫みたいな。全然大丈夫です、うん、かなり大きいです。これ何用なんですか？これ聞いた話だとなんか13人ぐらいまで入れるっていう。あ、そうなんですか、はい、うん、確かに。え、今日は何名でいらっしゃってるんですか？ 1,2,3,4,5,6,7,8 8ですね。8人でこれだけこうゆったりと使えると。確かにもう少し広げたらもう1個ぐらいテーブル入りますよね。全然入りますね。2つ今日は連結してると。はい、テントが、うん、そこで寝るってことですか？そうです。皆さんで4-4に分かれて。4-4で、なるほど。ここもこっちも連結ができると。そうですね。じゃ合計で3つ連結ができるタイプ。はい、そうです。でスピアヘッド同士でも連結できるんで、はい、あ、そうなんですか？そうです。5個か6個ぐらいつなげると円形につなげれるんですよ。あ、もうこっからこうやってドーナツみたいな。はあ。ちなみにキャンプ歴はどれぐらいなんですか？初めて一番最初にここ2人で行った時は何年前？あれ3年でよく こんな。これ結構値段しません？17万円テントはもうそれぞれもうメンバーが持ってたりするんで。あ、それで、はい、まあ、持ち寄って、なんかこれとか何なんですか？あ、これはちなみにあの、はい、これからちょっとバームクーヘンを。え？あの、ここキャンプ場ですけど。で、ちょっと自作してきたやつですね、はい、これ。え、そうなの？で、はい、また支えるやつがあるんですよ。こうやって両方で。はい。で、そっちでこうやって回して手動生地をつけて、つけていく。焚き火とかでやるんですか？炭でやろうと思ってます。はあ。ちなみにこの中で炭とか燃やしたりもできるんですか？はい、できます。いや、確かにめちゃくちゃ広いですもんね。これテーブル、ちなみに、はい、あの、この鉄の骨組みは売ってるんですけど、はい、まあ、木は自分でサイズ切って、切ってで塗装して。あ、そうなんですね、はい、このなんかこう鉄、これはこういう風に使うように売られてるんですか？多分ああいう形ですね。あれが2つで、あ、なるほど。ああやって使うように作られてるんですけど、それを、まあ、正方形にしてアレンジで4つにしてると、はい、これめちゃくちゃいいですね。なんか取れるのがいいですよね、持ち運ぶときに。あ、結構その DIY とかやられるんですね。そうですね、ちょろちょろインスタ上げてます。あ、そうなんですか？はい、まあ、キャンプ系でちょっとちょろちょろ上げてます、うんうんうん、あ、そうなんですね。じゃあ、あの、後でちょっと教えてください。その紹介のところに載せておきます、ね、ありがとうございます、はい、で、この後ろが、はい、薪ストーブ。はい、そうです。これは本間さんとかですか？そうです、本間です、うん、これどうですか？もう結構長く使われてるんですか？これは2年目ですね。これ、はい、カスタマイズしてるんですか？あ、これは最初からですか？最初からですよ。あ、そうなんですね。このタイプは、はい、この見えるような窓が最初からついてる。あ、そうなんですね。あ、この木で、はい、まあ、当たらないようにとかっていう工夫をされてるってことなんですね。ちなみにそれも自作です。これですか？はい。おー、すごいですね。素晴らしい。これはあの木をちょっと自分で設計図書いて、うん、ホームセンターで切ってもらって、はい、で最後にちょっとバーナーで焼き目入れて。あ、確かに。このなんか何ですか？これアラジンって書いてあるんですか？ね、ストーブと言ったらアラジンかな。なるほど。でロゴ入れさせてもらいました。へー。で、ここの、はい、このこれ何なんですか？このポールというか。これちょっとあの
小ロリ器具をかけていこうかなと思って、はい、あこの上に、はい、あ吊り下げられるようになってるんですね、はい、今日はでも今日は S 字フックを忘れたんです。なるほど何もかからないと何もかからないです。ちょっとあちらのあの木のあれがすごい気になるんですけど、それ何ですか。これも一応自作で。えこれも自作なんですか。はい、はい、開くと、あ、ごめんなさい。ああ、一応調味料。なるほど、すごい。あ、これもつけたんですか自分で。こういうのも。これも売ってるんですよこういうのが。へえ。もう何が入ってるんですか。お酒で、うんうんうん、オリーブで、サラダ油で、これニンニク醤油です。ああ、ニンニク醤油は自分で作られて。はい、あ、そうですそうです。あ、じゃあ料理も結構されるんですね。いや、家ではそんなに。キャンプ場だと動くタイプってことですか。そうです。なるほど。あの丸い白いのなんですか。あれビールサーバーです。え、ちょっとお店じゃないですか。そしてここにペットボトル状のビールを。入れて、でこれがそうですね、これ。これってなんかこのメーカーってことですか。キリンの工場直送の。あ、これキリンなんですか。キリンです。ちょっといいですか見ても。すごい。これはビールはなんかちょっとこう変わった味のビールとかそういうのですか。工場直送なだけで味は多分変わらないと思います。でこれを入れて開けて上からさっきのプラグみたいなのつけて。押すと出てくるんですね。はあ、すごいですね。この大人の楽しみ方が半端ないというか。はあ、この鉄板ってこれ何なんですか。これ自作で。え、はい？これも自作ですか。なんか全員作る系のキャンパーの方たちですか。そうでもない。たまたまいろいろあった感じ。これを作ったんですか。はい、これ鉄板を加工して。すごいですね。ちなみにあの今日2つ連結しているテントは何というテントを使われてるんですか。アメニティドーム M だね。もしよろしければちょっとざーっと周り一緒についてきてもらって、はい、ご紹介いただいてもよろしいですか。ここに1個アメニティドームがあって、はい、もう一つこちら側にありまして、はい、でここから入っていけると。そうです。こちらはこれは何のスペースなんですか。これはただ試し張りというか。あ、試し張り。そうです。あ、今回初使用アイテムで。あ、そうなんですね、はい、でかいっすねこれ。でかいっす、本当に自分もびっくりしたんです。うわーですか。これがランドステーション L ってやつ。はあ、これ薪半端ないっすね。一回ね、予習してきたんですよ、はい、地元で。はあ、はあ、薪5束買ったんですけど、はあはあ、足りんくて。ああ、じゃあ今日はもう20ぐらい買っといた方がいいね。なるほど。結構持ってくるの大変なんじゃないですか。そうですね。はあ、あのテントがこれが何でしたっけ。アメニティドーム。アメニティドームの M サイズ。 M ですね。だいたいなんか4人とかって感じですか。そう、4、5人サイズ。4、5人が使えると、はいはい、これ連結ってあの割と簡単にできるもんなんですか。これ簡単です。もう中に入れ込むだけなんで。あ、そうなんですね。ここでキューって、ここでキューって絞れば、まあ、密着すると。車もこれめちゃくちゃかっこいいですね。これ持ち主ですか。はい、はい、そうです。これは何という車種なんですか。これはトヨタの FJ クルーザー。 FJ クルーザー、はい、これもう完全アウトドア仕様の車っていう感じなんですか。まあスタッドレスで、これも変えてるんですか。変えてますね、ホイール、はい、これすごい今こう高くなってるんですけど。そうですね、ちょっと高く上げてるんですか。上げてます。はあ、これとかもなんかこんなの最初からついてるんですか。あの車屋さんのオーナーがつけてくれました。あ、そうなんですね。そうです。で ここでまあステップして乗ると。そうですね、はあ、さらにまだあるんですね。そうです、まだ。あ、これで今日積んできたんですか。あ、そうですね。これはなんか、はい、オプションでつけるんですか。これキラキラキャリアやってるんですよ。これってなんか浮かんでるんですか。あ、そうです。浮いてるんですね。差し込んで。え、このまま走れるんですか。車走れます。大丈夫なもんなんですか。あ、大丈夫なもんです。あんま重いとあれですけど、うん、これぐらいであれば全然。はあ、じゃあまあいわゆるこう物をもう少しこう拡張できるというような感じなんですね。そうです。へえ。この上のやつは最初からついてるんですか。あのポールというか。これもそうですね、買った時からついてました。ちなみにこの車は大体おいくらぐらいなんですか、はい、これ350ぐらいです、ね、350万ぐらい。気に入ってます。もう5年乗ってますね。あ、5年乗ってるんですね、はい、乗ってます。おー、じゃあもう完全なる愛車ですね。そうですね。はあ、どれぐらいの頻度でやられてるんですか、アウトドアは。まあ基本月1ぐらいですね。夏場は自分たちはオフシーズンですね。
あ、逆にもう今がシーズンだと。シーズンですね。はあ、冬の方が薪ストーブがあったり焚き火があったり、まあ、景色も綺麗だったりしますもんね。あの今日はいろいろとお聞かせいただきどうもありがとうございます。はい、非常に楽しかったです。どうもありがとうございました。ありがとうございます。非常におしゃれなキャンパーさんをちょっと見つけてしまったので。1年半でこれ全部揃えたんですか？はい、インスタを見漁って。なるほど。山賊マウンテンさんのゲイバーナーですかね。アシモクラフトさんの、はい、まあ、斧だったりダースさんの、はい、ヘキンドル、イエティ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 、マクオっていう、マクオ、僕大好きなヒルバーグが1個がナンガで、はい、1個がスナックバック。なんという車種を使われてるんですか？トヨタのランドクルーザーです。ピンチアップしてたりとか。ああ、はあはあはあ。